バッシュ・フォン・ローゼンバーグ卿、私は機構が処刑されたと発表した立場なのだが。だからこそ生かされておりました。つまり機構は私の弱みか。ベインもおさおさ怠りない。で、反乱軍を率いる者が帝国の手に落ちました。アマリアという女性です。救出のため閣下のお力を。貴公ほどの男が救出に乗り出すとはよほどの用心か。立場というものがあるのでな。ラーサーに会わせてくれ。俺の友達が一緒なんだ。一足遅かったな。ラーサ殿のご一行はすでに帝国軍に合流された。今夜到着予定の艦隊に同行してラバナスタに向かわれる。やめとけば。ローゼンバーグ将軍、貴公は地中に活を見出す優勝であったと聞く。あえて敵陣に飛び込めば貴公は本懐を遂げるはずだ。おい、悪いな、巻き込むぞ。侵入者を捕らえよ。ジャッジギースに引き渡せ。離せよ。何すんだよ。帝都の老人どもに足止めされている間にこの復興ぶりだ。まったくこの国はたくましいな。現在ラバナスタの反乱分子は孤立しておりますが、今後外部勢力から支援を受けると厄介です。特にビュエルバの反帝国組織は不自然なほど資金が豊富です。やはりオンドール公が背後から意図を。オンドールを抑えるべきです。ところが彼から連絡があってな。檻から逃げた犬を捕らえてギースに引き渡したそうだ。奴を殺すのは私です。見上げた弟だ。ああ、ギースがラーサーを連れ帰る。明朝ビュエルバを立つそうだ。刑に本国まで送ってほしい。ドクターシドが来るのでな。外してくれ。現物を確認せねば話にならん。ナブリスの件もある。ああ、偽装はしている。バカどもには幻を追わせるさ。そうだ、歴史を人間の手に取り戻すのだ、うん、おー、ベイン、失政官職を楽しんでるようだな。2年も待たされたのでな。帝都はどうだ、元老院のお歴歴は。まめに励んどるよ、あんたの尻尾をつかもうとな。やらせておくさ。
連行しました。殿下。なぜ生きている、バッシュ。よくも私の前に。君たち、いささか図が高いのではないかな。旧ダルマスカの王女、アーシェ・バナルガン・ダルマスカ殿下の御前であるぞ。こいつが。もっとも身分を証明するものはないのでね。今は反乱軍の一員に過ぎない。解放軍です。執政官閣下はダルマスカ安定のため旧王族の協力を望んでおられ、だが証拠もなく王家の名を掲げ、いたずらに治安と人心を乱す者には例外なく処刑台があてがわれましょう。誰がベインの手先になど。亡きラミナス陛下から預かったものがある。万一の時には私からアーシェ殿下に渡せと命じられた。ダルマスカ王家の証、黄昏の破片、殿下の正当性を保証するものだ。私だけがありかを知っている。待て、父を殺しておきながらなぜ私を、生き恥をさらせというのか。それが王家の義務であるなら。いい加減にしろよ、お前と一緒に処刑なんて嫌だからな。黙れ。バン、それは王宮の宝物庫で。おいおい結構、もう用意してありましたか。手回しの良いことだ。やめなさい。約束しろよ、処刑はなしだ。ジャッジは法の番人だ。連行しろ。アーシェ殿下だけは別の部屋へ。ベイン・ソリドー、なぜこんなもののために。君が持っていたとはな、これも縁だろう。俺を巻き込んだのも縁かよ。黙って歩け。あの場では他に手はなかった。仕方あるまい。任務が優先か。さすが将軍閣下。それにしてもあれが王女とはね。こいつだ。公爵の手引きか。初めて頭を下げた。いいか、ダルマスカが落ちて2年、俺は一人で殿下を隠し通してきた。敵か味方がわからん奴を今まで信じられなかったんだ。苦労させたな、俺の分まで。助け出す、手を貸してくれ。ああ
ちょっと待て。出発の前に言っておくことがある。通路に赤い網みたいなものが見えるだろう。あれは侵入者の探知装置だ。あれに触れると艦内に警報が発令され、帝国兵たちが集まってくる。時間が経てば警報は解除されるが、騒ぎなど起こらんに越したことはない。いいか、気をつけるんだぞ。Thank you.
敵の数にひるむな。増兵に構わず指揮官を倒せ。
大丈夫です、私。ぐずぐずするなよ、時間がないんだぞ。パンネロが待ってるんだ。さっさとしてくれ、敵が来る。話は後ほど。
殿下、我らが結露を開きます。私は裏切り者の助けなど何としても必要です。自分がそう判断しました。引き返すぞ。関西帝を奪って脱出する。殿下は無力な自分を許せぬお方だ。だが現実を受け入れてもらうしかない。Yeah.
もう大丈夫。ギースが気づきました。早く脱出を。アザラス将軍ですね。僕と来てください。先回りして飛空艇を抑えましょう。正体を知った上で逃がすのか。アーシュ殿下、あなたは存在してはならないはずの人です。あなたへローゼンバーグ将軍が死んだことにされていたのは何かが歪んでいる証拠です。今後あなた方が行動すればもっと大きな歪みが見えてくるように思います。だから言ってください。隠れた歪みを明らかにしてください。私はその歪みを正して帝国を守ります。わかりました。どうもな、ラモン。 あの時はすみません。パンデラさん、これお守り代わりに。行きましょう。Thank you.
残念ですな。ダルマスカの安定のために協力していただけるものと信じておりましたが。まあ、王家の証はこちらにある。よく似た偽物でも仕立てればよいです。あなたには王家の資格も鉢もない。何なの？浜石か。ご立派ですな、殿下。名誉ある降伏を拒むとは全くダルマスカらしい。貴様に何がわかる？トロい船だな。主人公向きじゃない。俺が飛ばしてもいい？また落ちたいの？早く早く全開。ダメ。急いだら見破られてたわ。これ洗っておきました。光栄の至り。オンドール公に？でもあの人は。お会いになるべきです。表向き帝国に従っているように見えても、それは公爵の本心ではありません。こうして殿下をお助けできたのも公爵の助言があればこそです。少々危険な手段ではありましたが。自分も同感です。これまで距離を置いてきましたが、もっと早く公爵を頼っていれば。自分が愚かでした。ウォースラー殿下、自分に時間をください。我々の力だけでは国を取り戻せません。別の道を探ります。自分が戻るまではバッシュが護衛を務めます。まだ彼を疑っておいででしょうが、国を思う志は自分と変わりません。あなたがそこまで言うなら任せます。殿下を頼む。オンドール公爵の下で待っていてくれ。
あの調印式の夜、父の死を知ったオースラはラバナスタに戻って私を脱出させました。ベインの手が伸びる前にあなたに保護を求めようと。ところが当の私があなたの自殺を発表、帝国に屈したように見えたでしょうな。あの発表はベインの提案でした。当時は向こうの意図をつかめぬままやむなく受け入れましたが、狙いは我らの分断であったか。でもそれも終わりです。私に力を貸してください。共にベインを。抱っこをせがんだ小さなアーシェはもういないのだな。殿下は大人になられた。それではおじさま。しかし仮にベインを倒せたとして、その後は王国を再興しようにも王家の証は奪われました。あれがなければブローミシェイスの大僧侶は殿下を王位継承者とは認めんでしょう。王家の証を持たない殿下に今できることは何一つございません。しかるべき時までビエルバで保護いたします。そんな、できません。では今の殿下に何ができると。おじさま、そりゃそうと王女様を助けた謝礼はあんたに請求すりゃいいのか。まずは食事だ、最高級のやつをな。用意させよう、少々時間がかかるが。だったらそれまで風呂でも借りるさ。いくらか冷や汗かかされたんでな。ああ、あとは着替えもいるな。何やってんだよ。これバルフレアの船だぞ。暁の断片を取りに行くの。もう一つの王家の証、アリカは知ってるから。飛空艇は後で返すわ。なんだよそれ。私はやらなきゃいけないのよ、死んでいった者たちのためにも。なのに隠れているなんて。一人で戦う覚悟はあるわ。一人ってバッシュは。大体人の船は勝手に、王女のくせになんだよお前。お前はやめて。それぐらいになさい殿下。なんてな、驚いたろ。仕事柄こういうのがあると何かと便利でね。お前はやめて。公爵に引き渡す。待ってください。その方があんたのためだ。では誘拐してください。あなた空賊なんでしょ。盗んでください。私をここから。俺に何の得がある。覇王の財宝、暁の断片があるのはレイスウォール王の墓所なんです。あのレイスウォールか。そして君にかかる賞金も跳ね上がる。何しろ王族の誘拐となれば重罪だ。煽った家来も同罪だろうな。オースラに代わり同行します。バンたちはどうするの。行くよ、行くって。こんなとこに置いてくなよ。じゃあ私も。え、一人はもう嫌。わかった。決まりね。公爵に気づかれる前に立ちましょう。誘拐犯らしくね。
ドラクロワ研究所ドクターシドか。ヴェイン様からの資金援助を確認しました。ナブリス壊滅の件に関わっているのも確かですが、あの作戦を指揮したジャッジ・ゼクトが行方不明では真相をつかみきれません。このグラミスも老いたな。息子を読み切れんとは。陛下。構わん、死病だ。さて、世の後継は誰やら。有能すぎるベインを恐れて元老院が幼い皇帝を望んでおる。ガブラス、かつて世はソチの祖国を攻めた。ランディス共和国は消えました。今や帝国こそが我が祖国です。だがソチの兄は帝国の支配を認めず、ダルマスカへ流れたと聞く。兄の後を追おうと考えたことはないか。すでに追っております。帝国の敵としてキリステルのみです。祖国の敵なら兄をも斬るか。ガブラス、措置はそれでよい。世はその非情さを評価しておる。しかしラーサーは措置やベインのようにはなれぬ。あれを支えてやってくれ。ラーサー様に代わって手を汚す剣の役を務めろと。むしろ盾だな。よいか、引き続きベインを監視せえ。あれはいささか鋭すぎる。よい。頼むぞガブラス。世はな、息子たちが争う姿を二度も見とうはないのだ。これも仕事柄ですか。有名人の辛いところさ。こうでもしないとすぐに見つかる。さて、船はここまでだ。この先はヤクトだからな。砂の海を越えて死者の谷に向かいます。目指すレイスウォール王墓はその奥に。ヤクトってのはさ、空席が働かない土地のこと。だから船で飛んでいけないんだ。空艇のことだけは詳しいのね。まあね、そりゃ空賊目指してるし。って、おい、だけは余計だろ。道中退屈しそうにないな。そんなことないよ、自治問題とか。もう何言ってんの。
Thank you.
レイソール王坊ってどの辺なんですか？西の果てだな。このオグルエンサを横断し、さらに西のナムエンサも越えてやっとたどり着く。ダルマスカの国土よりも広大な砂漠だ。無理をして先を急ぐとかえって危ない。疲れたら遠慮なく言いなさい。平気ですよ。私意外とたくましいんです。ああそうだな、君たちは本当に強い。
底の油を汲む施設らしい。放棄されて久しいようだが。ダルマスカが建てたのか。いや、ロザリア帝国だ。アルケーディア帝国と覇権を争う西の大国さ。二つの帝国の狭間で多くの国が滅んだ。ダルマスカ、ナブラディア、ランディス。小さな国はな、大国の顔色を伺うしかないんだ。どうする？なぜここが？驚いたぞ。ビエルバに戻ってみれば、アーシュ様もお前も消えていたんだからな。まさかお前が空賊の手を借りるとは。バルフレイはシンズルに足る男だ。何よりもアーシュ様の意志だった。ならば俺は支えるだけだ。あの方が全てを失った時、俺は何の役にも立てなかった。今度こそどこまでも支えると誓った。それも騎士の道の一つか。アーシュ様は？ここから離れた方がいいわ。砂嵐でも近づいてるのか？もっと悪いものよ。そうですか。やはり暁の断片はレースウォール王母に。オンドルコも今殿下のお気持ちを理解なさっているはずです。帝国の手前もあり、誘拐の件は伏せられていますが。それよりオースラ、あなたの成果は？すぐに出るぞ。ここらはウルタンエンサの縄張りらしい。話のわかる相手じゃない。面倒な連中に見つかったな。追い込まれる前に抜け出す。いいな。ウォースラ、ダルマスカ最高の手段は見つかったの？まずは暁の断片を手に入れます。全てはそれからです。
Come on.
Thank you.
それ。はい。
ほら、はっ、えっ、ほら、はっ、はっ、はっ、
Thank you.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 
王子、神々に愛されしレイスウォール王は、バレンディアからオーダリアの両大陸にまたがる広大な領域を一代で平定し、ガルテア連邦を打ち立てました。覇王と呼ばれてはいますが、連邦樹立後のレイスウォール王は民を愛し、無用の戦を憎み、その精神は後継者にも受け継がれ、平和と繁栄が数百年もの間続いたのです。アルケイディアもロザリアも、その源流はガルテア連邦に属していた都市国家であり、レイスウォール王が築いた平和の中で生まれ育ったようなものです。レイスウォール王は覇王の血統の証となる三つの遺産を残しました。そのうち夜行の再編は後のナブラディア王家へ渡り、黄昏の破片はダルマスカを建国した我が父祖へ、最後の一つ暁の断片はここに封じられて、その存在は王族にだけ伝えられてきたんです。覇王は今日の事態を見越しておられたのでしょう。代々の王のみに許された場所ですから、証を持たない者が立ち入れば、生きて帰れる保証はなし。墓守の怪物やら悪趣味な罠やら、そんなところか。その先に眠っているのです、暁の断片も覇王の財宝も。話がうますぎると思ったよ。